伊豆神北緑地は、大阪府大東市、深野北と寝屋川市河北中町にまたがって所在する、大阪府営の多目的遊水地として整備された公園。面積約41.0ヘクタール。治水施設として、寝屋川治水緑地の名称も使われる。水辺のゾーンにある寝屋川排水門1978年に都市計画決定され、1981年一部、開設した。 2017年度時点での都市計画面積は45.6ヘクタール、開設面積は41.0ヘクタール、内根谷川市域14.6ヘクタール、大東市域26.4ヘクタールである。緑地の西側は根谷川と北は江蝉川、南は権ン川に接する。平常時は運動広場や公園として利用され、 大雨の時には増水した河川の水を一時貯留することによって洪水による被害を防止する遊水地の役目を担う。公園の周囲は根屋川の堤防と同じ高さの包みで囲まれている。根屋川、江瀬見川、権現川と接する包みの一部は意図的に通常の堤防よりも低い小流堤としており根屋川水系の増水時に水を 意図的に緑地内へ誘導するようにしている。緑地内は3つのゾーンに区切られており、まず A ゾーンに貯留し、さらに必要な場合は B ゾーン、C ゾーンに貯留する。3つのゾーンの合計有効貯水容量は146万立方メートル。排水時は、緑地の南西にある寝屋川排水門を開いて排水する。1982年8月に初めて冠水し、 2019年1月時点で合計19回冠水している。1999年と2004年には C ゾーンまで冠水した。緑地内は冠水頻度により包みに区切られた3つのゾーンに分かれている。公園の西側、根屋川に接したエリアとなっている。公園の北側、根屋川市内のエリア。公園全体で約1100本の桜が植えられている。 公園の東側、大阪外環状線に接している。ありがとうございます。